骨に挟まって取れないのあれ。なんで？あれ取れないのあれ。ずっとあのままなのあれ。落っこってこないの？そういろんな枠行くの。うちはそういうのないね。まあ自由ですからね。うん、これ美味しいですね。食べな。あ、食べました。いただきました。うん、美味しかったです。この後ミシュランだから。まあ、そう。あと何が来るの料理これ。終わり。お会計してくれてる。なんかこれ味が苦手だな。まさかの、うん。ここに来て。うん。なんか苦手だわこの味。上履きみたいなやつする体育館の。美味しくないじゃんそれ。上履き食ったことないでしょ。臭いってこと、うん、臭いねこれ。なるほど。ダメだよ落とされちゃう。あそうか。なんか、うん、なんか落とされるの。上履きの味する。まだディスっちゃう。だ舌が超えてないから。あ逆に、うん、そういうもんね。それこそ綾香の店とすっげえ金持ちとか有名な人ばっかり。あ、そうなんだ。お店半端じゃない、うん、高級店だ、会員しか入れないから。あららら、ラウンジ、ラウンジ、ラウンジ、すごいね。ソーセージ美味しい。うん、どんな味がします。上履きね、ありがとう。上履きまずいアピールしかしない。上履きがでもね、見た目美味しそうだけど、うん、ラーメンか。だったらラーメン食ったら新宿の。あ、そうだからあれね、あれ食べたいっす、マジで。行きましょうよ。家系、家系。俺家系大好きなんですよ、マジで。パン何一番好きなの。俺ですか。俺も家系とか。え、マジで大好き。あやかは、私も家系好きですね。好き、うん、まだ横浜だもんな。そう、うまいね。あやかさんって話は合わせるのうまいよね。いやー、まあ、やりまんだからね。関係ない全然関係ない。絶対やりまんじゃないよ。わかる。石油王優しい。石油王分かってる。石油王はね、見抜かない。わかる。違う、絶対ね、足もさらしくないよ。いやー、厳しい、うん、厳しいか。いい女って思います。いやいや、全然いいな。王様さんもくない。おっぱいは肘でも当てたしくないぐらい。ガード硬い。おっぱいは肘で当てられるほどあるかどうか。ない、今まで。ないからね。そういうお客さんいない？お客さんいるよね。そういう肘でこう触ってくるやつ。俺でも別に、ね、お客さんだったんですよ。俺そこの長女俺。あ、そうなんですか。そう。もうオープンからずっと行ってる。あ、眉毛がシュッとしてた。あ、そう、佐々木のぞみ似てるね。いやいや、それはない。ケンチムの方が似てない。思った俺も。ケンチムの方がめちゃくちゃ言われてる。いや、似てる。似てるよ。のぞみちゃん入ってるわ。いや、ちょっと、まあ、マジ。殺される、殺される。本当に殺される。渡部さん、でも、多目的トイレ行くの。ちょうどトイレありますか。行こうか。でも、それお金払わないと。2万は払える。2万もない。のぞみちゃんだよね。いや、それは加工なしだよ、これ。舐めてんの、マジで。ふわっちで、あのマンスリー入ってる、あの自称自分可愛いって言ってるやつ舐めてんのマジで。それはね、その人が比べちゃダメ。かかってこいよマジで。万代の生産実が。かかってこいよこの野郎、ブスがや。こっちの方が可愛いわ。こっちの方が可愛いわ。舐めてんのに。実が止まんないね。止まらない、やっぱね。こっちの方が可愛いわ。いやいや、ちょっと。矢田明子に似てる。矢田明子さんのたまに言われるの。あ、矢田明子似てんね。世の中広いからな、マジで。矢田明子似てる。探したらこんな可愛い子いくらだっているんだわ、マジで。天智夢の方が似てんな、やっぱり。天智夢は本当に言われる。喋り方が天智夢なんだよ。見てるか、マジで。ふわっちで自称可愛いと思ってる女性配信者さん。ネイキしてるとか言いそうじゃん。めっちゃ可愛なんだわ。ネイキしてる。ネイキしてる。似てない。絶対そう。こんな子がふわっち来たら、お前ら居場所ないよ、マジで。似てる。居場所ないかんな、マジで。こんな子がふわっち来たらどうすんの、お前。ケンチも本当に言われるね。本当に言われます。聞いてるか、マジで。なんだろう、なめんなよ。よし、じゃあ5時だから行くか俺ら、あ、ミシュラン行きます。行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。マネコさん、今まで楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。はい、気をつけて。またまた、またよろしくお願いします。またご飯行きましょう。またご飯行きましょう。ありがとうございました。あの、ここいなくなったから浮いちゃってる。パカパカしてる。パカパカしてる。浮いちゃってる。パカパカしてる。
バランス体重が重量オーバーよ。そっち行かないと。デブが2人こっち行くとダメだって。ゆっくり座る。ゆっくり座らないと。体重がね。あ、こじた。気をつけて。バランス。これバーベキューみたいなほらテーブルなのよ。くっついてんのよ全部あのテーブルと椅子が。うん、浮いちゃったよ。ちょっと浮いってやっただけで浮いちゃう。これ食べとくね。1、2、柱2個目の左。でここちょっと坂だからね。うん、浮いちゃう。これね、寒いね、ちょっと。でもお酒飲んだから、まあ暖かい。てか、まるこさんの泊まってるホテルが、聞いたらびっくりする。1人10万。1人10万のホテル。だから、20万のホテル今泊まって、1泊。1泊で。パルパルだけ？すごいでしょ。めちゃくちゃスイート。なんかね、お風呂がねスケスケだった。ラブホーみたいなホテル、お風呂。まあ見る感じは、あ、まあまあ、なんか裸足だったね。すごかった。二人は付き合ってる。そこはちょっと俺から言えないな。付き合ってるかどうかはちょっとね言えないですけど、でもまあ聞いたら、まあ、まあそういうことですよ。ヨウムン競馬勝ったけどどう思う？すごいよね、持ってるね。セイさん40万負けちゃったから。俺も11万、12万負けちゃった。セイさん相当ダメージでかいと思うよ。仕事あのな、さっき見たけど広告代理の仕事だったね。持ってた。今日デートないよ。今日デート今からあのちょっと合流して遊ぶんだけど。あ、セイさん来た。おアラブの石油かよ。びっくりするこれ。だからイスラム教徒なんだよ。アルカイダです。それやっちゃったらダメだよ。それは危ないよ。アルカイダ先生、行くじゃん。行くか。忘れもない。そうだね。ビール飲んじゃいな。飲めるかな、これ。うん、ラクダだけどいい。ラクダ。ラクダ乗るか。逃がすか。ごちそうさまです。どうなの？放送しながら。うん。できるの？あ、めっちゃ綺麗じゃない？パルちゃんこれ、ここやだやだ。なんかゲイのカップルじゃんこれ。石油いそうだもんね。うん、石油めちゃくちゃ綺麗なんだけど、なんちゅうとこなの。手つなぐ？いいよ。ちょっとこれが持つか。じゃあ、うん、いいね、やっぱり。そうだね、男同士は裏切らないもんね。そうだね、女はすぐ裏切るから、うん、だからあの最近女に対しての、うん、ちょっとディスがすごいよね。そう、なんか女に殺されたんじゃないぐらいのディスだから、うんうん、ここはね、あ、場所はあんま言わない方がいいかな。そうだね。でも綺麗なイルミネーション。人はいないけどね、あんま、うん、やっぱ付き合うのは男がいいよ。ホモ大仏。ホモでいいよデート。まあでもセイジさんは40だからね。うん、パルちゃん25。俺さ、ワンちゃんお父さんである。そうだね、15歳で産んでたらワンちゃんね。男がいいわ。車乗りながら放送できるのかな。大丈夫、パルちゃんが読んでくれれば。あ、俺が持ってきゃいい。そう、落とされないか。大丈夫。じゃあ今からね、うん、読み上げる。ラクダなんだけど大丈夫乗れるかな、2人。ラクバしないかな。ラクダ。ラクダだけに。ラクダよ。ああ、ラクダね。ラクラクだね。乗ってればいいんだから。うん。ラクチンだね。そうだよ。あれだね。うん。
クダ前出すか。あ、出してくれる？映していい？ラクダ、ラクダ前映していい？いいよ。せいじさんお酒飲んでないんでね、俺だけ飲んだでもいそうだね、車から出てきたら石油が。車で出てきそうだもん、まあ、入れるんかなこれ。入っていいんか、うん、びっくりするよ。石油はプリウスが主に主流ですと。せいさん、ふわっちいつか、あ、じゃあツイキャスいつ解除だっけ。1月3日。もう少しだね、うん、でもおすすめ規制だけどね、うん、これここでいい、うん、いいよ、これ置いとくよ、後ろに、うん、じゃあ行きますか、行こうか、レディゴー。タラ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 、もらったグラスわかんない、せいさんにあげたから。あ、忘れちゃった忘れちゃった。行きますか、席を。行きますか。なんかあのゲームキャラクターみたいな、うん、ゲームの世界観を感じるよ、うん、これで新宿行きたくね。いいじゃん、ネタになるんだから。ネタになる。俺映してあげるよ。本当？寒いよね、でもね。確かに。この曲流しながら行こうよ。うん。どう、ラクダ？あ、いいね。静かでしょ？静かだし、速いしね。速い。意外に。水タバコねえの？水タバコなの？うん。あっちは。うん。水が資源。ね、そう。あっちは水資源。イスラム教徒だから。そう。なんだっけ。3時ぐらいにはちょっと座らなきゃいけない。充電しといて、パリちゃん、これこれか、これでいいか、うん、服もらったね、これ、せいじさんから。ちっちゃいからいらないって、うん、セックス&シティ思い出した。そんなセックスアンドシティ。でもさ、石油が普通に車乗ってるイメージつくけどね。そう？うん。どんな車？四駆？あ、どんなランボルギーニとか。ランボルギーニ。ああ、スーパーカー。そうそう。印象あるけど。マジで？あ、見てる見てる。何の車？そう。見てるね、俺。見てる。めっちゃ見てるね。それは見るだな。どんな金持ち？付き人みたいな。通訳係みたいな。ロールスロイスが主に乗ってんの。あ、そうなんだ。めっちゃ見てるね、みんな。それ見るでしょ。なんで見てんのこれ。この曲。あー、マルコさん。お前が。お前が。お前が。今日のアラブの石油。マルコ。ダイハツ。担当。やれんの。勝って。今日が君が。ナンバーワン。ナイス。やるやん。石油。石油来た。マルさん、ありがとう、本当に。うん、ありがとう。ごちそうさまです。やるやん。大体ね、もう大変だな。そうだね、やりたくないのにやんなきゃいけないしな。何か例えば。あ、そうだね、うん。大変だよ。盛り上げるためにさ、水に切ってやんないといけないんだよ。マルコさん、一番かわいそうだよ、これ。で今100万負けてんだ。やってる意味ない。でも100万負けてる人がいると、なんか楽になるわ、でも俺。まだ40万からね。そう。楽だ。あ、じゃあもう、2倍近く。気持ちが楽、ちょっと。楽だね。うん。
いつもほらパルちゃんが小学で負けるじゃん、俺一番負けるじゃん。そうだからムカつくんだよ自分が、なんでこんな使っちゃったんだよみたいな。でもパルちゃんと同じ金額でよかったのに。確かにね、うん、今が新宿だね。